小僧、グローブつけてリングに上がれ、ミット打ちや。え、グローブつけちゃっていいんですか。わしがつけろと言っとるんじゃ、ぐずぐずするな。あ、はい。おいおい、いきなりミット打ちかよ。基本すっ飛ばしてるぜ。ジジイ分かってるじゃねえか。何やってんすか。ジジイに見つかっちまうじゃねえかよ。どうした、遠慮せんで撃ってこんか。え、でもどうやれば。わしの構えとるところに撃てばいいんじゃ。早くせんか。はい、ね、あ、気持ちいい。よし、次は左から。はい、次は左右。よし、今のがワンツーじゃ。忘れるな。はい、はい、左、はい、右、おり、ほら、おり、おり、ほう、いい音させてやがる。パンチ力かなりあるな。しかもだんだんテンポが良くなってやがる。違うな、あれはジジイがうまいんだ。綿抜きミットだよ、綿抜き。おめえらも覚えあんだろ。あれか、いい音で気分いいんだよな。自信がついてリズムが良くなる。なるほどね。それにあのミットの位置だ。いいところにあるな。当たれば必ず倒れる場所か。ワンパンチで倒せる角度を自然に体に覚えさせたのか。あれぞまさしく鴨川マジック。顎が上がってきてるぜ。1ラウンド持ったか。初心者にしちゃ上出来だな。よし、休憩じゃ。今のが試合での1ラウンド分の時間じゃ。このタイミングを体に覚えさせておけ。はい、へばってやがるよ。まあ、初めはこの辺が限界だろ。よし、2ラウンド目行くぞ。え？おいおい、あの野郎、初めからスタミナあんのかよ。なんだ、あの音、高村さんじゃないのか。ん？また悪だくみですか。懲りませんね。そんなんじゃねえ。そうですか。いいぞ小僧、このパンチが一発でも当たってみろ。見当たといえどどうなってたかわからんぞ。え？いや、当たる前に全部避けられちゃうんですから、話になんないっすよ。何を弱気なこと言っとる。わしが教えれば3ヶ月で互角になるわ。ちょっと待ってくださいよ。みんなが聞いてるじゃないですか。冗談でもそんなこと。えっ、あっ。なるほど。この間のスパーリングで貴様のパンチが当たらなかったのは正面からの直線的な攻撃しかなかったからじゃ。貴様には重いパンチを連続して打ち続けるスタミナがある。上下左右の攻撃さえ覚えれば宮田ほどのテクニシャンでも防ぎようがない。ディフェンスさえ無効にすればあとは一発の破壊力の勝負、すなわち貴様の勝ちじゃ。はあ。貴様に器用さなど望んでおらん。足が使えるうまいアウトボクサーになれとは言わん。小さくまとまったボクサーなど何の魅力もないわ。テクニックなど力でねじ伏せろ。宮田に追いつき追い越そうとは思わんか。そりゃできれば嬉しいけど。やる気はあるか。やります。ああ、宮田君ごめんなさい。ああ、宮田君怒らせちゃった。どうも調子の黒いやつじゃな。で、やるんじゃな。はい。ならばまずはこれを覚えろ。アッパーカットじゃ。アッパーカット。